んにちは、安江工務店設計デザイナーのあけみんです。はい、こんにちは、安江工務店住まいのかかりつけ医チャンネル、まーさんです。本日はここクリナップさんのショールームキッチンタウン名古屋をにお邪魔しています。まーさん、一緒に撮影するの久しぶりですね。はい、そうですね、コーディネート術以来ですかね。はい、今日はクリナップさんのキッチンラクエラとステリアの比較の解説ですね。キッチンタウンというぐらいなので、たくさんのキッチンの展示があるんですよね。もちろんです。クリナップさんのキッチンには、3つのグレードがあって、一番普及している価格帯のラクエラと、高級価格帯のステリア、そして最高級価格帯のセントロという商品があるんですよ。その中でラクエラとステリアは一番選ぶのに悩まれるグレードです。その2つがどう違うのか、今日は解説していきます。はい、お願いします。ちなみにセントロなんですけど、6月にモデルチェンジをすることが発表されています。それも楽しみなんです。新しくなるセントロ気になりますね。その内容については今日は教えてもらえないのでしょうか。では後ほど少しだけ発表されている一部を紹介させていただきますね。はい、わかりました。ところでマーサーはお料理ってするの？はい、当たり前じゃないですか。やります料理男子でしたからね、失礼しました。ちなみに得意料理は何ですか？オムライス。いいじゃないですか。オムライスって確か女子が彼に作ってほしい料理の1位だったと思いますよ。ひょっとして知ってました？いや、ちょっと知らなかったですね。僕もともとオムライス好きなので、クワトロ系のオムライスをよく、ぜひお願いします。はい、はい、クリナップさんのキッチンの紹介なので早く始めていきましょうか。そうでしたね、ごめんなさい。アケミン、ラクエラとステディアの大きな違いって何なんでしょうか？今回は大きな違いを5つ順番に説明させていただきますね。まず1つ目です。キャビネットの作り、構造の違いです。そして2つ目が収納の引き出しの段数の違いです。そして3つ目、引き出しの引き出せる奥行きの違いになります。で、4つ目が選べるシンクのグレードの違いです。そして最後の5つ目が設置できる食洗機の違いになります。この5つが大きな違いになります。もちろん違いは他にもいろいろありますが、今回解説する5つの内容は多くの方がキッチンのグレードをご選択するときにとても悩まれる内容なんです。収納力や使い勝手にこだわるのか、それともそこまで必要がないと考えるのかですよね。そうですね。今回の動画を見ていただき、悩まれているところが少しでも解決していただければとても嬉しいです。はい、では1つ目の違い、キャビネットの作り、構造の違いを教えてください。はい、まあさ、ではこちらのラクエラの引き出しを開けてみましょう。こんな感じです。この中ですね、表面がきれいに化粧されていますが、普通の木製版のようですね。そうなの、ラクエラは木製キャビネットなんです。そしてほとんどのメーカーさんがこのように、木製のキャビネットで作られています。こちらの展示のステディアを見てみましょう。マーサーお願いします。引き出して中を確認しましょうか。はい、なるほど、ステンレスですね。横も奥もステンレス、全部ステンレスですか？そうなんです。ステディアは底の板、横の側板、骨組みまで全部ステンレスでできているんですよ。奥までステンレスなんです。クリナップさんのキッチンといえばステンレスというのは知っていましたが、ステンレスへのこだわりがすごいですね。ステンレスは汚れや匂いが染み込みにくくて衛生的です。クリナップさんはステンレスが売りですから、ステディアは見えないところまでステンレスで作ってるんですよ。骨組みが木製なのかステンレスか、これがキャビネットの素材の大きな違いですね。そうです。はい、では2つ目の引き出しの段数の違いです。こちらのステディアで確認してみましょう。マーサー、ステディアの引き出し何段ですか？はい、3段の引き出しになっています。一番上に浅めの引き出しがありますね。ちょっと開けてみますね。こんな感じです。なるほど、こういう小物も上手に収納ができそうですね。はい、そうなんです。2段目はどうなっているんですか？じゃあちょっとこちらで開けてみますね。
こんな感じです。なるほど、取り出しがしやすそうですね。そうなんです。よく使うものをこう手前のポケットに収納できるので出し入れが楽々なんです。奥までしっかり収納もできます。収納のオプションもいろいろつけることができますよ。この下にも収納がありますね。そうですね、これが3段目の収納です。引き出しになります。ちょっと全部開けてみますね。こういうペットボトルとかガスボンベとかも入っちゃうんです。意外と背が高くて入らなさそうなものでも収納ができるんです。使用頻度の低い季節家電やストック品などを収納するといいと思います。なるほど、3段だから無駄なくたっぷり収納できて使いやすいステリア、いいですね。ではラクエラはどうなのでしょうか。じゃあラクエラの方に移動してみましょう。ラクエラは2段ですね。2段の割り付けだからステリアの3段と比べると1つの高さがありますね。そうなんです。例えば背の高いお鍋とかを収納したいときはこの下に入れていただければいいかと思います。そして、上のこの引き出しにはこのように内引き出しがついています。これは最初から設置されていまして、これを中に入れると下にもこう収納できるようになっているんですよ。このように、醤油とかお酢とか収納ができます。この内引き出しがあれば2段だからすごい無駄な空間ができるってことはなさそうですね。そうなの、大きい区割りだと、細かく収納ができなくって立体的に無駄が出たりして、例えば重ねて入れてしまったりして、取り出しが難しかったりしますけど、このラクエラは内引き出しが解決してくれるんですよ。そして、この引き出しを開けるだけで、一度開けるだけで中を一度で確認できるので、このラクエラは、おすすめです。なるほど、無駄のない収納のステディア3段引き出しと内引き出しがついたラクエラの2段引き出し、ここはちょっと迷うポイントですね。そうですね、どのようなものを収納したいのかとか、どのように使われるのかでどちらがいいかをイメージしていただければいいかなと思います。では3つ目の違い、引き出しの奥行きをここで確認してみましょう。はい、中が丸見えで、構造が分かりやすいですね。はい、実は一つ目のキャビネットの構造の違いもここで分かるので再確認してみましょうね。なるほど、この部分ですね、木製のラクエラとステンレス製のステディア、やっぱり全部ステンレスです。そして引き出しの奥行きはどうでしょうか。ラクエラが 42.4cm、 そしてステディアが 52.4cm です。アケミン、10センチも違いますよ。そうなの、10センチってかなりの収納量が変わってくるんですよ。この違いを知ってしまうとやっぱりステディアを選びたくなりますよね。ステディアの方が高級グレードですから、キャビネットの構造が違ったり、このように収納力が違ったり、どっちがいいって言われるとやっぱりステディアってなりますよね。そうですね、長く使っていただくキッチンですから妥協はしていただきたくないかなって感じますね。では4つ目のシンクの違いをこちらで説明しますね。ステディアの標準シンクはこの流レールシンクが標準なんです。流レールシンク、面白いネーミングですね。どんなシンクなんですか。流レールシンクはシンクの中のゴミを排水口に向けて流してくれる新機能シンクです。傾斜が手前についていて、このように溝がついているので、この溝に沿って排水口の方に水が流れるようになっているんです。普通にお皿や調理中にお水を流すとシンクの汚れを一緒に、全部この排水口に持ってってくれるんですよ。なるほど、本当に流れていくんでしょうか。疑ってますか。じゃあ実験してみましょう。お願いします。ではこの野菜くずをこんな感じでちょっとバラバラしてみます。そして水を出してみますね。流れるかな。こんな感じでこうなんか洗ったりすると、あ、
本当ですね、野菜くずが流れていってきますね。自然に排水口まで流れるって驚きですね。なんで流れるシンクなんですね。ネーミングの意味が分かりました。すごいでしょう。そして特殊な、コーティングリコートも特徴です。リコート、あ、ネーミングでなんとなく分かります。美しく保てるコート、コーティングしてあるってことですか。その通りです。水になじみやすい浸水性のセラミック系特殊コーティングがしてあるので、汚れの下に水が入り込んで汚れを浮かしていきます。油汚れや水垢などの落ちにくい汚れも落としやすくなっていきます。ではマーサー、排水口を見てみましょうか。はい、ちょっと開けてみます。こんな感じです。シンクと継ぎ目がなくてお掃除が楽そうですね。中も全部ステンレス製のようですね。はい、ステンレスです。シンク同様リコートで汚れも落としやすくなっています。この流れるシンクは残念ながらラクエラには採用できないのです。ラクエラはどんなシンクがあるんですか。標準ではステンレス製のシンクになりますけど、オプションもいろいろ揃っています。ビサイレントシンクがおすすめです。ビサイレントシンク、クリナップさんのネーミングセンス好きだな。ビサイレントシンクはシンクの裏が静止構造になっていて、水温が抑えられる効果があるんですよ。はい、ではこちらで5つ目の違いを説明します。つけられる食洗機のサイズが違います。食洗機には浅型と深型があるんですよね。はい、そうなんです。マーサーよく知ってますね。料理男子は後片付けもしっかりできますよ。へえ、そうなんだ、すごいですね。実はステディアは浅型と深型両方選べるんですけど、ラクエラは浅型のみになります。そうなんですね。でも浅型と深型ってそんなに違うのでしょうか。え、そこは知らないんですか。では浅型と深型の違いをここで確認してみましょう。こちらが浅型になります。そしてこちらが深型の食洗機になります。外から見ただけでは分かりませんので、ちょっと中を見てみましょうね。両方開けてみますね。こちらが浅型です。でこちらが深型になります。いろいろ入ってますね。そうですね。例えばこのまな板は同じサイズなんですけど、こちらの浅型はこんなギリギリです。そしてこちらの深型はこんなに余裕があります。ほんとだ。それにこんなに大きなお皿も入ってますね。そうですね。ちょっとこっちに入ってるこのフライ返しをそちらの浅型に入れてみてください。はい、これだと入らないですね。そうなんです。これだけ違うんです。どうですかマーサー、分かりましたか。はい、わかりました。こんな大きいお皿なんかをお使いの場合は、深型の方が絶対便利ですよね。そうですね。大きく分けるとこの5つの違いになります。あけみん、よくわかりました。他には違いはないのでしょうか。もちろん他にも違うところはあります。例えば選べる色が違ったり、ワークトップといってお料理する作業台の部分も選べる素材が違います。ちなみにレンジフードはどちらも共通でお選びいただけます。さっきから気になっていたこのレンジフードがどちらも選べるってことですかね。まあさん、気になってたんですね。こちらは洗えるレンジフードととってもクリーンフードになります。さすがクリナップさん、洗えるレンジフードととってもクリーンフード、特徴がネーミングを聞いただけでほぼ理解できますよね。確かにそうですね。洗えるレンジフードはフィルターとファンの汚れを自動で洗浄してくれるレンジフードで、とってもクリーンフードはお手入れがとっても簡単で綺麗に保てるレンジフードです。このレンジフードはラクエラとステディアどちらも選べるんですかね。はい、そうです。アケミ、新しくなるセントロ、そろそろ教えてください。そうですね。では新セントロの、いくつかある新ポイントのまず一つを紹介します。それは塊感のあるデザインです。塊感ですか。かっこよさが想像できますね。
ですよね。まずワークトップとシンクに新素材のコルテックスが新たに加わります。強くて丈夫な表面という意味です。色はチャコール、グレー、ホワイトの3色です。まさに塊感ですね。そしてセラミックトップに鏡面仕上げと木目調が加わります。それはさらに高級感が増しますよね。そうなんです。そしてビコートワークトップになんとダークカラーが登場します。かっこよくて高級感が増して、それが塊感のあるデザインなんですね。他は何が変わるんですか？今回はここまでにさせてください。次回の動画で紹介しますので楽しみにしててください。はい、そうなんですね。わかりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？マーサーどうでしたか？はい、ラクエラとステリアの5つの違いよくわかりました。クリナップさんのネーミングセンスも抜群です。あとは新セントロが気になりますね。マーサー、ネーミング気に入ったみたいですね。新セントロは次回紹介しますね。はい、ラクエラとステディア、その違いはよく理解できましたよ。それは良かったです。昨日はステディアの方がいいところがたくさんです。もちろんステディアの方がお高くなります。どの機能をご希望されていて本当に必要なのかどうかをしっかりとご判断していただくことが重要かと思います。はい、費用についてご相談ご希望の方はぜひお問い合わせをお待ちしております。今回の内容についてご質問とございましたらコメント欄にご意見ご感想をお待ちしております。はい、そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。ごきげんよう。